ナローベースなのにトイレも電子レンジも冷蔵庫もエアコンまで。キャンピングカーライフ。こんにちは、モータージャーナリスト K の弟子 M です。今回は OMC のナロー銀河をご紹介します。ベース車はトヨタのハイエースナローハイルーフ、乗車定員は6名です。もう一部屋あり、ナロー銀河のインテリア。居住部分はキッチンとタンザダイネット、ベッド展開可能な横座りシートなど、メリハリを効かせつつ動線をしっかりと意識した設計、計算し尽くされています。それだけではありません。リア側中央の白い扉、なんとその先にはナローベースにしてもう一部屋、個室のラバトリーが備わっています。ポータブルトイレは標準装備、リアからタンクの処理もしやすいのも魅力です。ラゲッジスペースとしての活用も可能です。扉があることでここに荷物をまとめて前方をすっきりさせられます。ラバトリー上部には照明も備わっています。夜間の利用時も安心です。もちろんカーテンはリアハッチの内側にも備わっています。こちらの収納は横座りシート後方のマット下からもアクセス可能になっています。助手席側のタンザダイネットは幅 500×奥行き 1850mm のソロベッドに展開可能。セカンドシートにはイタリア製のファスプを使用しています。ベッド展開時、ファスプの背もたれのみを起こしてくつろぐこともできます。横座りシート部分は上部にマットをセットして2段ベッドになる設計。この状態の場合、リア側上部のマットは荷物置き場としても使えます。リアハッチを開けるとここにはすぐに手が届きます。積み下ろしの際にも便利。ブランケットや電気毛布などの置き場所にするのもありですね。ベッドサイズは上段幅 650×奥行き 1850mm、 下段幅 700×奥行き 1850mm。 ベース車はハイルーフで室内高もしっかり確保、圧迫感を感じない設計です。二人旅でも無理なく二人分の就寝スペースを確保できるのは魅力ですね。マットは弾力があり質感も上々、旅の疲れもしっかりと癒せます。シート生地や床、家具やカーテンの色などは好みでセレクト可能。契約後に一台一台手作りで製作しているからこそ、オーダーにも柔軟に対応しています。大理石調のダイネットテーブルは壁面のバーに固定するタイプです。横座りシートに腰掛けながらダイネットテーブルで食事などもしやすい作りです。ベッドに接するウィンドウにはカーテンがあります。プライバシーもバッチリ守れます。ダイネット上部の壁面にはネット収納が2つあります。小物のほか、単行本やタブレットなどをしまっておくのにも使えますね。
キャビネットに比べすぐに物を取り出しやすいメリットがあります。床面は重歩行用のクッションフロア張り、足腰にも負担がかかりにくい仕様です。エアコン搭載可能、タロー銀河の装備。キッチンスペースはスライドドアを開けた正面に設けられています。カウンターには蓋付きのスクエアシンクをビルトイン。起床時の洗顔などを行える便利な装備です。不使用時には荷物置きとして活用できるほか、調理スペースをより広く取れます。2つのミニシェルフも備わり、こちらはスパイスラックとしても活用できます。カウンターの上には電子レンジもあります。インスタント食品の調理にも便利。シンク下の扉付き収納の中には容量各13リットルの給排水タンクが収まっています。スライドドアに近い場所に位置しており、水の処理がしやすい実用的な配置ですね。その隣に容量40リットルの冷蔵庫をビルトイン。ドリンク類や食材などを冷やしておけます。キッチン装備が1箇所に集約しており、料理もスムーズに行えますね。キッチンスペース上部にはコンパクトな 12V エアコンのクールスターを装備可能。車中泊時の暑さ対策として超心強い味方です。ボトロニックのバッテリー残量計の装備や外部充電装置のアップグレードなど、電装をより強力にするセットとしてオーダーが可能です。クールスターの室外機はエクステリアの運転席側に設置する設計、泥の跳ね上げなどから室外機を保護するパネル付きです。天井部には空気の入れ替えに便利な換気扇マックスファンが備わります。ハンドルでルーフを開け、スイッチで吸気と排気を切り替え可能です。室内照明には省電力で長寿命な LED を採用、車内を明るく照らします。照明や水道ポンプなどのオンオフはカウンター側面のパネルで一括管理可能。外部電源はリアの運転席側に、 RV パークなどで電源をつなぐことで車内の家電を使い放題になるほか、サブバッテリーへの給電も行えます。ハイエースのナローハイルーフをベースに2段ベッドやリアのラバトリーを備えた。 OMC のナロー銀河、一人旅はもちろん、二人旅にも最適な一台ですね。さらに、ナロー銀河には、車載用エアコンクールスターセットの代わりに、家庭用エアコンセットの装備も可能。車中泊時の快適度がよりアップする仕様にフィニッシュ可能です。このチャンネルでは旬のキャンピングカー情報をお届けしています。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。